こんにちは、ガクです。今日はバーチャルボックスの使い方を実際に Windows 10の使用版を入れながら説明したいと思います。この動画の方法を使えば以前紹介した Hack the Box などの OS を自由自在に自分の環境に入れることができるようになると思います。それでは早速やっていきましょう。一般人のバク。まずざっくりとどのようにして自分の仮想マシンを作るかっていうのを説明したいと思います。大きく3つのステップがあります。1つ目は仮想環境で使いたい OS の ISO ファイル、OS の元となるようなファイルのことですね、を入手してください。そして2つ目、仮想マシンの構築をします。仮想メモリだったり仮想のハードディスク。CPU のリソースをどのくらいその OS に対して割り当てるかなどを設定していきます。そして3つ目。仮想マシンに ISO ファイルを割り当てます。最新版のバーチャルボックスだと、このステップは自動でやってくれるみたいです。では実際に Windows 10の使用版を自分の仮想環境上で動かしていきたいと思います。まず1つ目のステップの ISO ファイルの入手になります。今回は Windows 10の使用版を動かしたいので Microsoft の公式サイトにアクセスします。無料使用版に今すぐご登録くださいとあるので名前と生年月日などを入力していきます。必須のフィールドの入力が完了したら今すぐダウンロードをします。すると Windows 10の使用版をダウンロードできるサイトに移動します。私の環境は 64bit の CPU を使っているので ISO の Enterprise のダウンロード 64bit エディションを選択します。自分の CPU のビット数がよくわからないよっていう人はとりあえず 32bit を入れていれば問題なく動作します。 Windows 10の使用版のダウンロードが完了しました。これでステップ1は完了です。次はステップ2の仮想マシンの構築になります。バーチャルボックスを開いてください。そして新規を選択します。名前の欄に Windows 10を入力します。で、フォルダーに自分がバーチャルマシンを作りたいファイルを選択します。そして ISO イメージの欄に先ほどダウンロードした ISO ファイルを選択します。ここで ISO のイメージを選択すると自動で今後作る仮想のハードディスクに OS を割り当ててくれます。そのおかげで今回のバージョンだと仮想マシンに ISO ファイルを割り当てるというこのところが自動でやってくれるので、ここはスキップすることができます。なので残りは仮想マシンの構築をするだけですね。仮想メモリ、仮想ハードディスク、CPU リソースの割り当てをすれば完了になります。次にスキップアンアテンデッドインストレーションをチェックを入れます。そして次へを選択します。仮想メモリの割り当てになります。Windows 10は結構メモリの消費が激しいので、8GB ほどを割り当てたいと思います。CPU は、2スレッド分ぐらい割り当てたいと思います。ここは自分の物理的な実際に使っているコンピューターと、実際に使いたい OS の必要要件、必要スペックの要件をうまくバランスをとって決めてください。次へを押すと、次はハードディスクの作成画面になります。50GB もあれば十分だと思うので、50GB で仮想のハードディスクを作りたいと思います。最後に作成する仮想マシンの情報の説明になります。自分が作りたいものと相違がなければ完了を押してください。これで Windows 10の使用版がバーチャルボックス上に追加されました。起動を押してみましょう。さっきのチェックボックスにチェックを入れたので、今から Windows のインストールが始まります。ライセンスについての説明があるので、よく読んで同意をしてください。そして次へを押します。次にインストールの種類を選んでくださいと言われるのですが、下の方を選択してください。先ほど作った 50GB 分の仮想ハードディスクが見えているのがわかります。こちらが選択されていることを確認して次へを押します。Windows のインストールが開始されます。初めてのハック、君をハック、I will hack your my life。なぜか優しい中高が多いたい。初めてのハック、君をハック、I will hack your my life。涙が出ちゃう男の風に be in love with you。はい。一通りカットはしたと思いますが、90日間ですね、無償で使える Windows のライセンスがついた使用版の Windows 10を仮想環境にインストールすることができました。一般人のバグ。いかがだったでしょうか？結構簡単にできたんじゃないかなと思います。今回は Windows 10の使用版を入れましたが、前回紹介した Hack the Box などのあえて脆弱性を含んだ OS なども同様の手順で仮想環境にインストールすることができます。このチャンネルではハッキングの脅威を身近に感じてもらうためにリアルな手法を解説しています。興味がある人はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。